前回のあらすじ。氷河通路へ向かう準備が整ったデイブは、いよいよ剣木の根元の扉から氷河通路へ潜入する。しかし氷河区域へ入るための直通通路は閉ざされており、通路を開くためには大量のギミックを解かなければならなかった。デイブはガドンに阻まれつつギミックを解いていき、最後の扉を開くためにバールを回収したのであった。てなわけで皆さんどうも、最近麻雀にハマった霊夢でそんなことより編集しろ。それはさすがにひどくない？いやーやっぱ麻雀って難しいね。確かにルールが複雑な上に役がいっぱいあるから難しいイメージがあるな。ターンごとに入って良いわゆる札を引いていらないのを捨てていくんだけど、ちなみにマリサワロンって知ってる？確か他人が捨てた牌を拾って役を作って上がることだよな。そうそうそんな感じ。で麻雀って恐ろしいのがさ、これを捨てれば勝てるぞ、っていう牌捨てたらそれで論されることがあるのよ。それは駆け引きが大変なゲームだな。ちなみに霊夢の腕前はどんなもんなんだ？ね。この前も起点0点で最下位になった。めちゃくちゃ弱いじゃねえか。さてそろそろ麻雀トークは終わりにして、前回からの続きやっていきますよ。確かバールを回収したからそれでこの鏡を動かして扉を開くんだよな。そうそうそんな感じ。よし、コブラにもらったバールで石を引き抜いてみよう。ってことでちゃちゃっと引っこ抜きましたよっと。こいつ引っこ抜くときいつもカットするんだよな。さあこれで下の氷にビームが当たって道が開ければいいんだけど。おーおーみるみるうちに氷が溶けていくぞ。どんだけ熱いのこのビーム。わぁ、剣木の実のエネルギーってすごいんだな。こんな分厚い氷を溶かしてしまうなんて。それをもろに食らって無傷のデイブが一番すごいよ。さて、それじゃ再び下に向かおう。それにしても寒すぎる。番茶寿司の温かい味噌汁が恋しい。うわ私も飲んでみたいで番茶の味噌汁。さてそれじゃさらなる仮想へ向かいましょうか。まさかまだ謎解き求められるとかないよな。あ、でもこれまだ下があるっぽいよ。くどんだけ謎解きさせるんだよ金論様。ふう、ここも行き止まりなんだね。ほぼ一番下まで降りてきたと思うんだけど、とりあえずあたりを見てみよう。とまあこの右側の扉に入ればいいのかな。でもさすがにそろそろ終わりは近づいてると思うんだけどな。かれこれ氷河通路に20分くらいいるもんね。うわこれ新しいギミックじゃねえか。ところどころに鏡があるからそれで剣木の実のビームを跳ね返らせて道を阻む氷を溶かすってことかな。あの奥を氷の壁が塞いでる。剣木の実装置を使えば溶かせるかも。謎解き実況してもつまんないし今回もいつも通り倍速か？ふ、この謎は石謎に愛されたものなら倍速するまでもないけどね。さてなんとか最後っぽいとこまでたどり着きましたよ。あんだけ行ってた割には時間かかったな。それ以上行ったら交番ね。ここは暗すぎるね。何も見えない。そうだ、さっきこの実を叩いたら明るくなったよね。これで明るくしてみよう。あ、この下に剣木の実があるから叩けってことか。っていうかなんかこんなに暗いの不穏じゃないか。何言っちゃってんのマリサ。この流れだとどうせ新しいギミックが出てくるだけだから大丈夫だよ。なんかいませんか。なんだこいつ。いやラスボスがクソデカゾンビとかいうゾンビ映画あるあるやめて。いやマジでこの状況どうするんだよ。いやこいつ見た目の割に動き俊敏だね。あ、でも右側に扉があるからそこから逃げれるんじゃないか。これはデイブザダイバー史上最大のピンチかもしれない。とにかく今は全速力で逃げないと。うわ、あれは、一体何なんだ。あんな巨大なガドンがいるなんて、信じられない。おや、でも鎖で縛られているようでよかった。なんで肝心な時にフラグ立てるのデイブ。水流に乗って早く切り抜けよう。いやーこれ絶対障害物避けながら逃げる系のゲーム始まるって。ふわあの図体じゃ抜け出せないよね。あとはこの海流に乗って出るだけ。ほらーデイブがフラグ立てるからー。っていうかこの無駄にかっこいいアングルなんなんだよ。このゲームって一応 2D ゲームなんだけどマップは 3D で作られてるっぽいんだよね。いやそんなことはどうでもよくて、どうすんのよこの状況。嘘だろ。捕まったら一巻の終わりだな。逃げよう。まあいくらでかくても敵はガドンだし銃器は効かないってことなのかな。いやガドンじゃなくてもあんだけでかかったら銃器効かないと思うけどな。さていよいよ逆チェイスが始まったわけだけど、案の定障害物避けながら逃げるって感じで良さそうかな。今下の氷にぶつかった時クソデカガドンが距離詰めてきたからそういうことで合ってると思うぜ。いやなんか溜めてない。で危ない。あの様子だとあれは即死攻撃っぽいな。多分ミスしたら一発ゲームオーバーだぜ。ぐー頑張ります。いやー結構逃げてるけどまだ終わる気配ないね。ここらで一石投じてきそうなもんだが。何か様子が変だ。でかい攻撃の用意をしているような。どうしよう。出ましたゲームキャラの謎の予知能力。待てよ、あそこにある剣木の実。奴は光を嫌うからあれを叩けば。いやこの速さの海流に流されながら叩くのは至難の技だぞ。うおーおー時よ止まれー。ふ、なんとか間に合ったな。都合よく時が遅くなってくれてよかったよ。
てえや、行き止まりじゃねえか。こればっかりはちょっとまずくないデイブ？うわ、行き止まり。八方塞がりじゃないか。どうしたら？いや、さっき一時的に足止めしたとはいえもうすぐそこまで来てるよ。一体どうするんだ？うわ、ナイスすぎる回避。デイブって意外と俊敏だよな。あんな体型なのにね。緊迫シーンでふざけるな。ふう、紙一重のタイミングだったね。こいつ、気絶してるみたいだけど。お、こいつのおかげで道が開けたぞ。さっき突っ込んできた時、下に道が開いたんだ。目を覚ます前に早く抜け出そう。いや、絶対これで終わりなわけないからね。多分すぐに目覚まして追ってくるんだろうな。おお、相変わらずかっこいいアングルで追ってきたね。もう目覚めたのか？なんてしつこいやつなんだ。逃げよう。まあ画面が回転しただけでやることはさっきと変わらないな。さあ全集中でいきますよ。お、ムービー入った。今度こそ決着か？はい、頭の悪さが出てますね、ガドンさん。ゲーム内のキャラは煽るなよ。今度こそ振り切ったよね。でも、この振動は？うぜえ、まだあるのー。ほら、霊夢が煽ったからスピード上げてるじゃねえか。あ、でもまた気絶したよ。まだ安心できないな。さすがにデイブも学習したか。海流が右に早く流れてる。出口があるんじゃないかな。目を覚ます前に早く逃げよう。さあ、これがおそらく最後。なるべくノーミスで行きたいところだね。いや、マジでしつこいにも程があるだろ、クソデカガドン。それじゃあ最後はノーカットで倍速行ってみよう。あそこから抜け出せそう。ふわ、これでやっと終わりかな。いや、最後まで油断するなよ、霊夢。もしかしたら QTE とかがあるかもしれないぜ。うっ、黙って本当に QTE 行ったんだけど。そして間髪入れずもう一回か。ヒュー、なんとか回避。完全に安心しきってたから危ないところだったよ。とりあえず抜け出せたものの、ガドンに追いつかれる前にあの入り口を塞いでしまおう。そうだ、あの石の山を崩せば。あー、これそのための杭か。早いとこ引っこ抜いちまおうぜ、霊夢。さあ、引っこ抜いたけどどうだ。よし、これでもう問題はないな。それはまずいよー。これは絶対絶命すぎる。え、今の手ってもしかして。いや、さすがにあいつではないよな。スワムだー。なんでスワムがここに？まさか私たちのことが心配で助けに来てくれたの？おいおいおい、そんなのずるいでスワム。スワム？やはり人間に任せっきりにするのは不安だからな。このスワム様のおかげで深海魚らの餌にならずに済んだな。もうこんなのされたら減らず口も許しちゃうじゃん。さすがに今回は認めるしかないね。助かったよ、スワム。はっはっは。さて、では約束通り氷河区域で何があったのか確かめてこい、人間。でも、こんなに寒いなんて思わなかったよ。これ以上降りたら凍え死んじゃいそう。番挙師の味噌汁食べたいって言ってたしな。はぁ、あ、軟弱な人間め。そのひ弱な体を守る装備や衣類は持っていないのか？一旦戻ってコブラに聞いてみるよ。寒さを防ぐスーツがあるかどうか。あ、ここは一旦地上に戻らなきゃいけないのか。仕方のない人間だな。では、ひとまず村に帰るぞ。後ろに巨大な鏡があるだろ。あれをもう一度起動すれば、すぐ村に戻れるぞ。いや、ようやく巨人族の村に戻れるぜ。早く村の空気を吸いたいよー。まあ、知ってるのボンベの空気だけどね。ちょっと面白いのやめろ。いつ見てもすげーな古代巨人族文明の技術力。よし、これで村からここまですぐに来られるな。ひとまず村に戻って寒さをしのぐ方法を探すんだ、人間。やれやれ、これだから軟弱な人間は。巨人族の戦士であるこのスワムとは無縁の悩みだな。うざいけどさっきの行動を考えると許しちゃう。さっきから尻尾がブルブル震えてるけど本当に平気なの？何をバカな。に、人間は視力も弱いようだな。ヘッチョン。鼻にオキアミが入ってしまった。それに釣られてクジラも鼻に入ってくるかもね。辛口に戻るの早いな。ほれほれ勇者の帰還だぞー。やっぱり和むなこの雰囲気。おう、来たか。氷河区域はどうだったかね。その、通路にとんでもなく巨大なガドンがいて、実を言うと氷河区域の中には、寒すぎて入れませんでした。味噌汁飲みたかったからじゃないの？なるほど、そんな暖かい海用の服装では土台無理な相談だったわけか。我ら巨人は剣木の実を織り込んだ服を着ているため耐えられるのだが。ふむ、この剣木の実の布を人間の手で加工することはできるだろうか？あ、別に暖かくなるお守りとかはないのか。加工、ですか？
そなたには最近ある仲間が大勢いると見た。ひとまずこの布を渡すので、仲間に聞いてみてくれ。まあ一人二人無能がいますけどね。とまあひとまずこれで一段落かな。いやー緊迫感あったぜあの逃走劇は。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしようかな。次回は特注スーツを注文していよいよ氷河区域に乗り込むわけか。このゲームも終わりが近づいてる気がするな。うわもうこのゲーム楽しすぎて終わらせたくないんだけど、完結パートだけ出さないってありかな。制作陣方に怒られろ。